シルバージェットはイギリス連邦ロンドンに本拠地を置いていた全席ビジネスクラスの格安航空会社である。シルバージェットは2004年にローレンス・ハントラによって設立された。2006年10月にはイギリスのチャータービン運航会社であるフライジェット航空から2機のボーイング757型機と1機のボーイング767機型を購入した。これにより 運行免許も付随する形で獲得することとなった。同じく10月からは公式サイトでの予約受付をスタートし、普通運賃を 999A ポンドに設定した。2007年1月25日、ロンドンルートン空港、ニューアークリバティ国際空港間の運行を1日、1往復で開始した。9月には、道路線を1日に往復へ増便した。 2007年12月には UAE へのビジネス需要に応える形でロンドン・ルトン空港、ドバイ国際空港線を開設した。12月24日に同じビジネスクラス専用の格安航空会社であるマックスジェットが運航を停止したが、その際に取り残された乗客のためにシルバージェットも協力して代行輸送に当たった。2008年5月30日、 原油価格高による航空燃料の高騰などにより経営が悪化、運航を停止することとなった。2008年6月10日、アイルランドのキンプレース社がシルバージェットの買収を行ったものの、2008年6月13日、同社は再び売却する模様。ロンドン・ルートン空港を離陸するシルバージェットのボーイング767から 200ER シルバージェットは世界で 初めて CO2 排出に対する対策料金を設定した会社である。当初は運賃に初めから約 5A ポンドほどの料金を含めた上で販売していたが、後に購入時に顧客が支払うかどうかを意で選べるように変更された。この料金の設定について CEO のローレンス・ハントはフィナンシャルタイムズのインタビューに対し、ただ乗って考えているだけでは、 地球温暖化は人ごとに過ぎない。とコメントしている。この制度により、シルバージェットは、環境を意識した、エアライン2007として表彰されている。シルバージェットは、ロンドンルートン空港において、唯一同社専用のターミナルを持っていた。30分前までに到着すればよく、ラウンジで、係員が一人、数と受付を対応してくれるサービスもあった。また、 バレーパーキングサービスをも実施していた。また、ニューアークリバティ国際空港においても通常の、チェックインデスクから離れた専用デスクを用意していた。ドバイ空港では、エグゼクティブ専用チェックインデスクを使用していた。シルバージェット2、リターンツーザスカイズ、オンレスキューディール。 タイムズオンライン h t t p コロンススララッッシュ b i z n e s t i m e s o n l i n e c o u k スラッシュトールスラッシュビジネススラッシュインダストリーセクターズトランスポートアーティクル4106938イースありがとうございます